ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、久しぶりにドローンを飛ばしました。こちらはですね、自宅からはちょっと離れてるんですけども、かなり大きな広場になってまして、それをまあ使わせていただきました。ですね、こちらのドローンはですね、ホバリングが非常に安定しているということで、もうかなり早い段階からこのような形でホバリング状態を続けられることができます。これができないと飛ばしにくくなりますので、本当にこの機体がですね、そういう性能に特化しているということで、買って正解だったと思います。もうこれでですね、結構ある程度自由自在に飛ばすことができます。ある地点までを想定して飛ばしているんですけども、風が結構吹いてたんですけどね、それに流されることもあまりなくてですね、操作も安定したものになりまして、今ちょっと流れましたけど、なんとかですね、持ちこたえて風に乗ってどっか行ってしまうということで、今回に関してはほとんどなく安定して飛ばすことができました。で、小さい画面に映っているのがドローンから撮っているフル HD の画質の画像です。で、私はヘルメットにですね、アクションカメラを装着して映してるっていうことで、今までは三脚も使ってたんですけど、三脚だとちょっと追えない、機体が追い切れないところがありますので、もう自分の体につけて撮影しているようにするようにしました。今回はそんな形でですね、久しぶりでしたけど、なんとかうまく飛ばせよったなと自分でも思ってます。これもですね、このドローン自体のですね、利用性能がそこそこ高いということであると思います。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。